三崎町の牧場の館ではおよそ60アールの広大な敷地に8種類5000株のラベンダーが植えられています。この時期特に鮮やかに色づいたのは早咲き3号、紫に染まったつぼみが美しい姿を見せています。まるで紫の絨毯を敷き詰めたような光景が広がる中、訪れた人たちは散策を楽しんでいました。濃くて綺麗です。可愛いし、まだまだこれから7月ぐらいまであると思うんですけど、はい、何回か来たいですね。早咲き3号は今月下旬まで楽しめ、来月上旬にはセビリアンブルーが見ごろを迎えます。